平成22年11月13日土曜日、横浜市内のホテルで菅総理が議長となる APEC アジア太平洋経済協力首脳会議が開催されました。この会議では地域経済統合、成長戦略、人間の安全保障を中心にアジア太平洋の将来像について話し合われました。APEC 首脳会議の前に開催された日本経団連主催の CEO サミットに出席し、挨拶を行いました。今年の APEC には2つの大きなテーマがあります。その一つは APEC の中核的な理念であります。貿易投資の自由化、円滑化、この分野をさらに掘り下げ、人、物、金が行き交いする自由貿易圏、FTAPの実現にさらに踏み込んでいくことであります。もう一つは、世界経済及び地域経済が直面をしている新たな課題に対応し、持続可能な成長を達成するため、APEC のメンバーが認識を共有することがもう一つ重要だと考えております。私たちは APEC としては初めて成長戦略の策定を目指してまいります。私はこの地域の将来について、APEC 首脳の皆さんとじっくり話し合い、議論を深めて、共通理解が得られるよう議長として最善を尽くしてまいります。その後、アメリカ合衆国のオバマ大統領と日米首脳会談を行い、共同記者発表を行いました。会談では日米同盟の深化、日米安保などについて話し合われました。その後、APEC に出席する各国首脳を出迎え、総理主催のウェルカムワーキングランチを開催しました。午後には、リトリート会合のセッション1を主催しました。会合では、地域の持続的な成長と繁栄と題して、主に成長戦略、人間の安全保障について話し合われました。続き、APEC ビジネス諮問委員会 ABAC との対話を開催しました。この対話では主に環太平洋パートナーシップ TPP 交渉などについて、 APEC 各国地域の首脳及び ABAC 委員と意見交換を行いました。その後、中華人民共和国の胡錦涛国家主席と日中首脳会談を行いました。引き続き、ロシアのメドベージェフ大統領と日ロ首脳会談を行いました。夜には各国首脳を招いての文化行事が行われ、歌舞伎を鑑賞した後、演壇の上で写真撮影を行いました。続いて、菅総理夫妻主催の首脳夕食会を開催し、1日目の日程は終了しました。14日日曜日、2日目の会合前にカナダのハーパー首相と日華首脳会談を行いました。会談の後、政治、平和及び安全保障協力に関する日華共同宣言の署名式を行いました。会談では日本とカナダの経済連携などについて話し合われ、
幅広い分野での協力関係を拡充・発展させていきたいと述べました。引き続き大韓民国のイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談を行いました。会談の後、日韓図書協定の署名式を行いました。この署名は未来志向の日韓関係を構築していく観点から8月10日に発表された内閣総理大臣談話を受け、政府が保管している朝鮮半島に由来する特定の図書を韓国政府に対して引き渡すことについて規定するものです。その後、リトリート会合のセッション2を主催しました。会合ではボゴール目標、地域経済統合と APEC の将来について話し合われ、冒頭でこの首脳会議の機会を日本の今世紀におけるさらなる開国の出発点として経済の自由化に取り組んでいく決意があることを表明しました。その後、総理主催のクロージングランチが開催されました。午後には首脳宣言を発表し演説を行いました。貿易投資の自由化円滑化を進め、より進化した経済統合を推進する緊密な共同体を目指すということであります。これを実現するため、アジア太平洋自由貿易圏 FTARP を APEC として目標に掲げ、 ASEAN プラス3、 ASEAN プラス6、 TPP など現在進行中の地域の取り組みを基礎としてさらに発展させることにより、 FTARP の実現に向けて前進をいたします。その後、議長記者会見を行いました。我が国とアジアの国々、さらにはアメリカ太平洋を挟む南米やカナダといった国々との連携は、まさに日本がこの平成の時代に改めて開国する150年前明治維新が始まった頃に開国に舵を切って、そして開かれた港がこの横浜であることを考えますと、この横浜における APEC は APEC の歴史としても大きな1ページになると同時に、我が国の歴史においても大きな新しい1ページになると。会見の後、チリ共和国のピニェラ大統領と日チリ首脳会談を行いました。会談では二国間関係 TPP などについて話し合われました。引き続きペルー共和国のガルシア大統領と日ペルー首脳会談を行いました。会談の後、日ペルー経済連携協定の交渉完了に関する共同声明への署名が行われました。